グリッドの操作方法について説明します。 XD には2種類のグリッドが用意されています。砲丸グリッドとレイアウトグリッドです。アートボードを選択した状態でプロパティインスペクタのグリッドで砲丸グリッドを選択します。アートボード上にグリッドが表示されます。 Mac ではコマンドキーを押しながらクォーテーション、 Windows ではコントロールキーを押しながら円マークを押して砲丸グリッドの表示と非表示を切り替えることもできます。オブジェクトはグリッドに吸着するため、このグリッドに沿ってオブジェクトを作成したり配置することができます。一時的にグリッドを吸着させたくない場合には Mac ではコマンドキー、 Windows ではコントロールキーを押しながらドラッグすると吸着が無効になります。プロパティインスペクターのオプションではグリッドの間隔とカラーを変更できます。グリッドをレイアウトに変更するとレイアウトグリッドの表示に切り替わります。 Mac ではコマンドキーとシフトキーを押しながらクォーテーション、 Windows ではコントロールキーとシフトキーを押しながら円マークを押してレイアウトグリッドの表示と非表示を切り替えることもできます。レイアウトグリッドは画面幅に応じたカラム数のデザインを作成する際に活用できます。設定として列の数、間隔、列の幅、左右の縁の幅を設定することができます。縁の幅は上下左右に設定することもできます。砲丸グリッドと同様にグリッドのカラーも変更できます。グリッドの操作方法について説明しました。レイアウトに一貫性のあるデザインを作成するためにグリッドを活用してみてください。